なんでさて自分がこう例えばそのこういうことをやったらみんなに受け入れられるとか思うわけじゃないですか。例えば教えるとしても井川さんの頭の中ってすごいいっぱいバドミントンがいっぱいあるじゃないですか。でそれを自分の中に詰めるよ、ね、今日、ね、将来的にも授業中だから多分普通に食べていけるんだけど、そのノウハウっていうのは絶対持ってるじゃないですか今も。だけどそれをなんでこうやって動画でみんなに伝えようと思ったのか。それはね簡単ですよ。本当にそれはねこんな簡単に言って申し訳ないんだけど、宝の持ち腐れっていう言葉知ってます？運動ってね旬なんですよ。今日できない、いや今日できたことが明日できないかもしれないし、そういうもんだと思うんですよ。な時にノウハウがあったとしてもそれが広められなければ持ち腐れだと思うし、その時に食べていくとか食べていかないとかじゃなくて、それを知らせたいか知らせたくないかっていうだけの話で、な時に私は一つの競技にいろんな意味で救われた人生を送ってきたから、バドミントンっていう一つの競技にまあ恩返しをする、もう一つにはやっぱり人との出会いでここまで来たと思ってるんで、なのでそういう出会いはいくらでも出会うきっかけはあるんじゃないかっていう、それが動画だけの話です。なるほど。なので今までそういうチャンスきっかけ、私がチャンスになるかどうかは分からないけど、そういうきっかけが全く持ってなかったっていう人に対して一つのきっかけになることがあったとしたら本望だっていう。だからどんなに高価なものでも持ってるだけじゃ価値がなくて、それを初めて人に伝えることがあって、それで初めて認められることがあって、初めてその価値が価値に変わるんだと思うんだよね。自分で持って自分で酔って、それは自己満足っていうだけの話であって、それを初めて第三者が認めてこそ価値っていう言葉に変わるっていう、そうなるまでは価値じゃないと。でそうなることが価値が価値に変わるんだ。お客様です。